これは綺麗にヒッティセンターに持ってきました。少し甘めに入ったところがセンターに持っていかれました。ランナーを背負ってのピッチングということになります。レフト内方向フェンスいっぱいジャンプ入りました。ホームランです。いきなり初戦でホームランを打っているんですよね。今日もこのショートの頭上を越えていく。これもいい当たりだ。ライトを取ってタミヤは三塁に向かう。ワンボールオン2打席連続ヒット。逆方向。さあこの辺りはレフトかセンターか、センターの前に落ちる。ワンボールオンバッティング成績。しかしここでもまたヒットだけで、まあ、汗をかいているし、それだけ暑いということが分かりますね。そうですね、はい、詰まっていますが右中間落ちました。ヒットになります。打ち取るかという方法を選んでやってるんでしょうね。ここは高く打ち上げました。あとライトが見えていません。見えていない。どうだ、ボールライトの右側に落ちました。ボールを見失ってしまいました。バッターランナー二塁に到達しています。左中間へ大きな当たりだ。どうだ、フェンスダイレクト。一塁ランナーは一気にホームイン。